こんにちは、速稼塾の久保です。ねえ、私のね、動画にたまにこういうコメントが寄せられるんですよ。いや、久保の言うことに騙されるなと。久保はね、いろんな人を扇動して誤った情報を皆さんに植え付けてるんだっていうふうなね、こんな言い方です。大丈夫です、心配ないです。私がどんなことを言おうとも、私の動画の視聴者さんってみんなね、賢いんですよ。ですから私が言ったことを鵜呑みにする人は誰一人いませんね。自分で考えて、たまたま最終的に私と考え方が一致することもあるかもしれませんけども、それは私の言葉の影響ではなくて、その方の明晰な頭脳で考えたことです。ですんでね、多分ね、こういうふうな久保の言うことに左右されるな、扇動されるなっていう人は、私の視聴者さんのことをバカだと思ってるんでしょうね。そんなにバカな人いないと思いますよ。皆さん賢いから自分で考えてると思いますし、あ、久保さんなんか違うこと言ってるなっていうのもあると思うんですよ。だそういう方ばかりだと思いますよ。そんなね、安く見るもんではないと思います、人のこと。特に私の動画の視聴者さんが全然自分の頭で考えてないね、全部鵜呑みにするバカな人ばっかりだから、久保が言ったことをそのまま鵜呑みにしてるだろお前らみたいな言い方なんですけども、そんなことないですからね。私の言うことに全く自分の考え左右されてないはずですよ。もちろん何かしらね、参考にはなると思いますよ。参考にはなると思うんですけども、じゃあ私が明日宇宙人が来て地球が滅びますよって今まで動画で何回も言いましたけども、どうですかね、これ信じてる人いますかねまた冗談言ってるなぐらいのもんでしょ。だから例えば森友問題にしても何にしても、私はね、真実知らないんですよ。わからないけども、私の稚拙な頭脳でこうなんじゃないかなっていう風な、持論を展開してるだけなんですよ。だから的外れだよって言われたら、あ、そうっすねとそうかもしんないですねというところでございますね。だからどう考えるか皆さん自由なんですよ。で、私もどう考えるも自由じゃないですか。いや、みんながね、真実を見抜ける力があれば本当にね、世の中まっすぐ線が通っていいんですけども、こうやってね、私も間違う、みんな間違う、間違い者同士で、まあ、足を引っ張る人もいるんですけどね、お前変なこと言ってるぞ、デマだぞ、フェイクニュースだみたいなね、フェイクニュースももちろんあります。でもこれは意図してフェイクを出してるんじゃなくて、私が本当にそう信じてるんですよ。例えば私はね、幽霊が出ると思ってるんですよ。幽霊がいると思ってるんですよ。フェイクニュースですかね、これ。昔心霊写真が好きだったんで、写真の撮り方によっては霊がなんか異次元からね、ファッと出てくることがあると思ってるんですよ。私はそういうふうに思ってます、心の底から。いや、それすら表現しちゃいけないんですかね。フェイクニュースになるからお前言うなって言うんですかね。でもね、言論統制っていうのはそういうところから始まるのかなと思うんですよ。私は無責任に話してますんで、私の言うことが信頼できないんだったら別に聞かなくてもいいですからね。これ YouTube ですから、私は自分のアカウントで視聴者さんがゼロになってもいいから自分の言いたいことを言うだけですからね。だから私が正しいことを言ってるのかどうなのかってことを逐一チェックしに来る方もいると思いますけども、いや、あんまりしない方がいいですよ。それはあなたの時間がもったいないんで、自分の本当に主張するべきことをね、主張すればいいと思います。で、仮に私が誤った情報を流さないようになっても、世の中には間違った情報を流す人5万といますんで、そんないちいち気にしてたらね、もう人のコメントをチェックするだけで人生終わっちゃいますから、もっと楽にいきましょうって話ですよね。ということでね、私の情報なんてのはそんなに当てになるものはありません。ただ私がそう思っている、そう信じている、その結果私は自由をつかんでるよっていうふうなオチがあるだけなんですよ。だから皆さんが同じようにやったからといって同じ結果が来るっていうのは、私はそうと分かんないですね。ただ言えることは一つ、みんなの銀行のアプリを紹介コードとともにダウンロードすると、あなたに1000円が入るっていうのは、これはフェイクニュースではないと思います。だから私もね、本当のこともたまに言うんですよ。嘘のことっていうかね、間違えたこともたまに言うんですよ。でも嘘をね、意図的に言ったことはありません。宇宙人は今地球に住んでると私は思ってます。これ嘘なのかもしれませんけども、私ね、まともにそう信じてるんだからしょうがないじゃないですかね、どうですかね。私はね、80歳ぐらいまで生きるんじゃないかなと思ってます。これ嘘ですかね、本当ですかね、フェイクニュースですか ね。そういったレベルのことですよ。だから私が言ったことあんまり気にしないでいいですよ。だからそういうね、ただやっぱためになるなっていうふうに、感受性の強い方とか、私の発言からいろんなヒントを得れる方っていうのは、いいんじゃないですか、それで。何も感じない人って多分見てないと思いますからね。いろんな人がいろんなこと言ってますから、最後は自分でどう見抜いて、どういうふうにそれを使っていくかってことじゃないかなと思います。みんなの銀行ダウンロードよろしくお願いします。